はい、今回は、えー、三浦春馬さんをはじめとする、えーまあ、有名芸能人の方に対するフェイクニュースを流すマスコミとです、ねえーまあ、その背後にある、えー、ものについて考えていきたいと思います。えーこの るまる効果っていうのはこれウエルテル効果っていうものなんですよでちょっとあの今回はね、えー、内容が、えー、と難しいっていうか、えー、と最初に誤解っていうかをされるといけないので最初にお伝えしておきますが。 今回、僕が、えー、このコンテンツ中に取り上げる、えー、芸能人の方を方に関してですが、僕はあの全員あの消されてると思っています。自丸ではないと思っています。なんでこれを最初に言ってるのかっていうと、あの途中でね、あの話が、あのわ,わけが分からなくなって、えー、なんかこうど、どっちなのかなーとかってあの思われるとあれなんで、一応まあ、僕の <laughs> 考えですが、今回の まあ、コンテンツ中に、えー、上げる芸能人の方は、えー、自丸と見せかけて、えー、消されていると思っています、もっと言うと、えー、そういうことをして、その後、ですね日本国民をだ、えー、まあ、騙している、そういったは話なんですよ、えー、で、えー、まあこのウエルテル効果っていうのがね、えー、まあ難しいと思うんですよ。で あのまあ、何人かのまあリスナー様も、この、まあ、ウェルテル効果っていうような話をまあ聞いたことがあるとか、まあ、そういったことがあるっていうことなんですけど、まあ、ちょっとまあ難しいと、でこれはまあ本当に僕、思うことなんですが、一、えーまあね、人でも多くの方にこのことをまあ知っていただきたいかなと思うんですよ、真剣な話なんでね。 何を言ってるのかというとマスコミのフェイクニュースに騙されているっいう話です、で騙されたその後の展開までも用意されて,るっているう,ういうことだと思うんですよ、もちろんでたらめとかでも何でもないですよ、うん、で今回はこの三浦春馬さんの、えーえー、件です、ね三浦春馬さん、竹内優子さん、まあ、芦名生さん。えー 藤木隆さん、松野まいささんとまあそういった、えー、5人の方もそうですが、えー、皆さんがですね、えー、ほとんどっていうか、えー、知っている方だと思うんですがすごく有名な方ですが尾、えー、崎豊とか、えー、岡田由紀子、秀とかっていうのも、えー、自丸に見せかけて消されています。 事情っていうのは様々あると思うんですがある目的のためにやられたという可能性がありますだから、うん、ちょっと説明が、ね、すいません難しい内容にちょっとチャレンジしていくんですけど <coughs> まず今回話した芸能人、僕がお伝えする方たち、まあ、他にはちょっと多いんでね、まあ、言えないですけど、出てる方は僕は全員消されていると思っています、ただ、事件ができない事件であり、そういったものを消して、ですね、えー、自丸に見せかけるという意図、裏の意図ですね、フェイクニュースで自丸と大騒ぎする意図がです、ね、このウェルテル効果だと思うんですよ、ね。よ ちょっと、えー、なんていうのかなまあ、難しいっていうこともあるんですけども分かりやすくなるべく分かっていただきたいとあの思うんで、えー、お伝えさせていただきますとまあ、ウエルテル効果に感化される意味っていうのがあるんですよね、あと、まあと、えー、ままあ、そこにどういったまあ心理が働くのかっていうまああのアメリカ c マレーの m k ウルトラとかねそういった話なんですがちょっとまずですね、えー なんていうのかな <laughs> このウエルテル効果っていうのを初めて聞かれると思うんですが、これをまず、えー、ご説明させていただきます、ご説明というか、まあ、定義とか、そういったものをご説明させていただきます、ウエルテル効果ってこれ、何かっていう話なんですが、マスメディアの自丸報道に影響されて、えー、自丸が増えることを指します、特に若い人がこういう影響を受けます。 でこのウェルテルっていうのは何かっていうと人の名前で、まあ、ゲーテっていうのの本の中に出てくる若きウェルテルの悩みっていうものからきてますこれ何を言ってるのかっていうともともとですね まあ先ほど、まあ、ちょっとこの説明が難しいんですが、えー、有名人、芸能人が消されます、消されて、ですねそれを自丸、えー、とう、えー、嘘の報道、フェイクニュースを流します、そしてそのフェイクニュースからですね、えー、日本国民の若者、あるいは日本人のですね生きる希望を削いで、えー、消すっていう、そういった方向を狙ってるんですよ、これ、あの本当にあの暴略なんですよねで、これにほとんど日本国民が、まあ騙される。あのー そうこれを考えているものはその先ほどお伝えしたアメリカ C マレーていう、ねえーまあ、本当に世界を股にかける魔、ま、ですから何を考えているかというのはものすごく人間を考えているんですよ、MK ウルトラというものを使っているので、ね、そういったものを、えー、今回お話ししていきます。ちょっと、ね、話がが、えー、点3点難しいんですが特に この尾崎豊、岡田幸子、秀デ、この方たちがこのウェルテル効果、まあ、理由があって消されてると思うんですね、当然、何かに例えば反対して消されてるんですが、そこからですねそ,その先の展開まで考えられていて、まあ、あの尾崎豊も岡田幸子も秀でもえ若者とかから支持される、圧倒的カリスマですよね、男性、女性含む、こういった,た,ちがこういった方たちが亡くなるということは、ものすごく社会の影響 及ぼあとで,で,で話しますが、皆さんもご存じだと思いますが、後いじまるとかね、そういったものにつながると、これをわざとやってるんですよ、うん、わざとやってると僕は思ってるんですよ。で まあリスナーさんもねこのウェルテル効果って何かなとかってね実際、難しくて分からないんですがそ分からないとかじゃなくてどうにかして分からないかっていうのを考えていくんですよ、で1人でも多くの方がこのコンテンツを聞いていただいたらあ分かったなと思っていただいてでそんなにあのすいません説明が下手くそなんですけどそんなに難しくないです、ただこういったものに触れないからなんだか分からないなとかね横文字が並んじゃってるなとかって思うんですがそんなことじゃないです。 まず、この、まあ、テーマっていうのはいくつもあるんですが、このウエルテル効果ね、さっき言った定義。 あとそこに感化される意味、人々がね、であとここに、えー、MK ウルトラっていう、まあ、黒すぎる心理学っていうのが、えー、多分潜んでるんですよ、さまざまな暴力を仕掛ける外国勢力に対して日本人、完全に、えーまあ、やられてる感じなんで、昔からやられてるんで、それも悔しいわけですよ、で今、現在もこの問題が進行形で、えーまあ、発動してると思うんで、それを考えていきます。 先ほど言いましたが、まあ、僕の考えですが、日本,で、えー、日本の芸能人で自丸したと、えー、報道される裏にはです、ね、隠しておる、えー、たまる、消されているという、う僕はそういうふうに思っています、今回はあのー、こと個別、えー、方々を、えー、なんていうのかな、言わないですけど、名前が出た方は僕は、えー、消されていると思っています。が、 今っていうのはまあ皆さん、まあ、僕もですが、分、えー、かっていますが、えー、2021年ね、ね、えー、もう12月になりましたけど、2021年ですが、1年前ですね、2020年に、えー、非常に多くの,あの芸能人が亡くなりました、ここから、えー、名前を、えー、挙げていく方、僕はほとんどたまるだと思ってますし、そのことをずっと検証していたんですね、例えば、志村けん、岡井久美子、ま、木村花、えー、三浦春馬さん、芦名誠さん、竹内優子さんと、そうこういった方たち。 他にもっともっとおります、調べればもっともっと多くの方がおりますが、もちろん証拠なんて言わないですね、外国勢力の完全犯罪が成り立っていると思うんで、この方たち、9割以上の確率で丸されていると思っています、まあ、あの消される、丸される理由というのは様々なんですが、例えばその裏側の人間に対して邪魔になったりとか、口封じだったり、ま,あ、そのまさにウェルテル効果の対象にされたりというのがあるのかもしれないし、いろいろある,あると思うんですが、 これを瞬時に日本のマスコミというのは自丸というふうにして、それ以上追及しないと、マスコミはそれ以上言わせないし、警察も追及できないと、これというのは、もうなんていうんですかね、日本のマスコミ、警察、病院、ありとあらゆるところにある力がぎゅっと入っており、もうどうにもできないという話なんですよ。まあ、言うなれば 世界の支配層の傘下の CMA、あるいはですね日本の中で活躍するその闇組織っていうのがおそらく裏側で横につながっている可能性があり、僕たちにはわかりませんが、えー、見えない意図、見えない情報、見えない情報,せ見えない情報戦争に持ち込まれている、えー、か可能性があるんですね。で、えー、この 本当はねさっきリスナー様にお伝えした本当は消されてるんですよ、しかしそれをまず隠して有名芸能人を自丸、えー、と大騒ぎするマスコミのこれ狙いっていうのがあるんですよ、うん、これがあの本当にとんでもないあの洗脳ですだから、例えばこういった話をね、えー、僕、真剣にしているつもりですが知らないとね言葉通りに受け取ります、うわあの、有名な芸能人が亡くなったんだ。やはり 生きてていいいるるととろんなことがあるあの人たたちは光り輝いていた、えー、しかし、裏に悩みがあった、全くの嘘ですよ、そういうふうにあの報道で持っていってるんですよあの、マスコミの裏にいる外国勢力っていうのは後で話しますけど、人間の脳みそを隅々まで分かりきってるんですよ。 長期間の時間、お金、実験をして、ですねこういうことを言ったら人間っていうのはどう思うかっていうのは全部分かってるんですよ、全部分かったいえでそれをやられてるんで、僕らっていうのは圧倒的不利なんですが、まあ、僕も1年間ぐらいずっと考えてるんでね、ねまあ、やられっぱなしなわけですよ、で悔しいわけですよ、ただでさえ、ね、人が亡くなってるし、でまあ、僕言いますけど、まあ、絶対とかっていうのはわからないけど、ほとんどこの消される芸能人というのは日本人です、僕はそう思ってます。 まあ他の一部違う方がいてね違う、えー、理由で消されるのかもしれないんですが別の口封じとかあるかもしれないんですけどなんで日本人とかって言ってるかそれだって理由があるんですよ、日本の芸能界を支配して日本の芸能界牛耳っているのは外国勢力、アメリカ裏組織、アメリカシーマレート、丸日外国人たちのグループなんですがそこに入り込む日本人が頑張るわけですね、数少ない日本人が頑張って活躍しているわけですよ、その人たちが何か目立ったことをする、その人たちが何か正義活動をするとわ、えー、からないように口封じして消 されますそして出てくるのが自丸、それでマスコミがもうそれ以上言わない、警察も調べない、こんなことがあっていいのかっていうそういった話なんですよ、日本国においてね。日本国っていうのは法治国家ですからそういうことを考えるわけですよ、ね、こ例えば騙されてね、うん、あのまあ、誰々はね自ら命を絶ったんだ、例えば、まあ、僕もそうですが、他の人も皆さんもリスナーさんも思うでしょうけど、例えばたまるとかって言ってねな、何言ってんだってね、鼻で笑われるとか。 変革扱いされるとかね、そういうのもわけわかんないわけですよ、人が亡くなってるし、それで騙されてね、あの踊らされてるわけですよ、情報戦線で完全にやられてるんでね、そういったまあいわゆる洗脳から一人でも多くの方、まあ、僕たちもそうですが、そういうのに解かれて、まあ、どこに真実があるのか、何を目的としてるのかっていうのを、これ、真剣に考えていく、えー、そういった内容なんでね、えー、そんな感じでちょっと進んでいきます。でさっき言いましたけど、このウェルテル効果。 初めて聞く方がいるんで、またもう一回ね、ね再度定義を確認しますが、そこに感化される意味、あとですねそれが発動する、まあ、黒すぎる心理学っていうんですが、ここを注目していきます、アメリカ C‐1 の MK ウルトラですよ、ここに,ここにあの絶大なる脅威を発しますから、恐怖中の恐怖、あの人々の心、体衆を揺らす脅威、あの洗脳実験の成果からです、ね、出されたものを。 あのもうほとんど抽出されて僕ら日本人がほとんど騙されているっていうそういったあの話なんでねあの危ないですし悔しいんでそれにあの一石を投じようと思いますまず、あのウェルテル効果っていうのはさっき言ったけど何かっていう話なんですがマスコミ報道に影響されて、えー、自丸が増えることを意味するんですよ若者が例えば、感化されてしまうっていう意味だから例えばですよ うんまあ、分かりやすく言ったら X という有名芸能人を消します、そしてその X という有名芸能人が、わあ自ら命を絶ったんだと騒ぐ、そこから何を狙うのかって言ったら日本の若者が 異世界に行くことを狙ってるんですよ、これがウエルテル効果ってことです、そしてそのことに、ですねファンですから若者の、若い人の心を持っている、求心力を持っている有名芸能人、その方たちが亡くなったというと、感化される意味が出てきて、そこからいわゆる後追いじまる、連鎖じまるっていうものに繋がっていくってことです、それをさっき言ったんですよ、尾崎豊、岡田由紀子、秀この3人におそらくこの法則が当てはまっています、もちろん消されたには理由があると思いますよ。 えー、もしかしたら何もないのかもしれない、このウエルテル効果のためにやられたのかもしれない、あるいはですね芸能界の闇に何かしら突っ込んだりとか。 まあ尾崎豊とかっていうのは、まあ皆さんご存知だと思いますが、あのもう亡くなった時きの、ねえー、状態が、ですねもうボコボコになっていて、そんなの言い方悪いですけど、あの自丸のわけないじゃないかって、うんね、なんかマスコミは必死に嘘つきますけど、地面に体をたたきつけてとか、そんなことになるわけねえんだよっていうことを思うんですが、それを通すんですよ、そしてそれが通るんですね、また。あの警察もそれ以上調べないと。まあ 言うなれば、ここら辺のね、まあ、尾崎豊とか岡田幸子、まあ、秀のあたりっていうのは、まあ、はっきりとわからないですが、まあ、思っていることは僕はいろいろありますけど、まあ、それは、ねえーまあ、ちょっと憶測もあるんで言わないですが。 まあ警察、マスコミ、病院、えー、893も裏で全部繋がっていて、ぐるっと繋がっていてやられて、えー、まあその方たちがまあ亡くなっていると、そして若者に影響力、求心力を持っている、そういった方たちが亡くなることによって、尾崎豊が亡くなったと、岡田由子が亡くなったと、秀が亡くなった後に、日本の若者が後追いじん丸をしました、連、う、鎖、ん、じんをしました、そういったものが、えー、この有名人の亡くなった背景に隠れてるんですよ。 でこういった話をすると、うん、何がどうやってやったのかなんてそれがアメリカ CMRA の MK ウルトラ計画っていうものですアメリカ CMRA がですね、えー、数十年単位にわたって、えー、巨額のお金ですねあと頭のいい人間それこそ、えーえー、アメリカの有名な大学から、えー、人を連れてきていろんな実験をして、えー、まあ実際人間を使って実験してそういったことがアメリカ c m レ a の公式文書でばれてるんですよ。で日本っていうのは、えーね アメリカ C-MA の間接支配を受けてるんですよだからこれっていうのは芸能人が亡くなってるっていうことなんですが、消されてる、口封じされてるってことがあるんですが、そのもっと手前の段階に別の大きな問題があるんですよ、日本とアメリカがどうなってるのかっていう話です、アメリカ CMA っていう、えー、日本に対して戦争で勝った国、宗、ま、主、あ、国って言われてますが、日本は属国って言われてますが、もっと分かりやすく言えば、アメリカ CMA が主人として日本は奴隷です。 でですよ奴隷の日本が全然わからないんですよ、で別れって言ったってそんなものは分からないんですよ、なぜならシーマ親は人間を理解しているから、だからこれが恐怖なんですよ、人間を洗脳している MK ウルトラの恐怖です、これをメディアを使って僕たち日本人の大衆に向かってやってるんですよ、この黒すぎる心理学っていうのはそれに当たるんですね、あの数々のことを検証した結果ね。うん、だからさっきお伝えしましまたけど あののなんていうのかな実際は、えー、消されてるんですよ、実際は丸されている、あの、ね、2020年の方、まあいろんな方がいらっしゃいますが、まあその志村けん、岡井久美子、木村花、まあ、三浦晴真さん 芦生産竹内優子さんね藤木隆さんとか、えー、角磨伊勢さんとかそういった方は全員消されていると思います、しかし、えーまあ、これっていうのはまあ別の目的があるとも取れるんですが、まああのー、このウエルテル効果まあ2020年に関してはねちょっとどうかなっていうことも思うんですが、まあ、社会不安を煽ることとか、うんでまあ、これで直、ねまあ、も三浦春馬さんとか、あのー、やはり。その 絶望した人が多いですから僕もそうですがね何でなんだろうってみんな思うわけですよ。し、うん、しかし 警察の報道はじまる事件性がないというマスコミも、えー、じまると、えー、口を揃えたようにあのマスコミとかなんて言葉は悪いですけど全くの嘘つきでデタラメバック言ってますからね僕ら日本人騙してますから外国人、外国勢力が後ろであの報道するものを決めているんでねそしてそういったものに、えー、騙される、うん、そういうことってあってはいけないんだろうなってあの思いますし別にそんな難しいことではないんですよ。あの何が難しいいのかっていう話になると、えー、例えば <coughs> じまるたまるでね、えー、たまるで消されたって場合はなぜかっていうところが難しいんですが今回はそのなぜかに関しては触れてないんですよ、たまるなんだけど、自丸に見せてますっていう、嘘ですっていうことです。 そ,その嘘を作く理由は、ウエルテル効果って、そういったあの有名芸能人影響力のある方がなくなるとですね。それに、若者が感化される意味があるから、それを狙って、心理学の観点から。このウエルテル効果を狙ってやってるんだって、そういった話を真剣に考えてるわけですよ。が、これっていうのは、僕ら、あの日本国における本当の闇なんですよ。で、例えばね、まあ、僕はその分かる限り精一杯伝えますけど。ウエルテル効果って言ったって、わかんないわけ、わかんないですよ。そんな言葉を話したって、だから僕は。 テレビを使って、えー、メディアを使って、僕たちを洗脳してる、でそれなんでそんな洗脳っていうのが出てくるのかっていうと、戦争で勝った国、負けた国っていう、その国家間の支配構造があるからです、そういったことがあって、でもっと言うと、日本の芸能界ってどうなってるのかっていう話ですが、えー、外国勢力、シーマレーが管理していて、丸日外国人があの活躍してる。 あのそこをそういう風にする意味があるんでね、ね日本の構造っていうのはいつもお伝えしてますが、一番上にピラミッドシーマレイがおり、その下には日本人ではない、日本人とそっくりな丸1外国人がおります。そそそれを隠ししててるだけですすの下に日本人ががおりますが 日本の芸能界の中枢にはですね、えー、c イと息のかかった‐日がいますが、えー、その者たちは活躍していますが日本人も頑張ってその間に少数の人が入っているんですがその人たちが目立った瞬間におそらく消されるんですね。うん、僕はそう思っていますだからあの芸能人の、ねえー、自丸の9割はたまるって上野正彦っていう先生が言っていますが、えー 医師が遺体を見て言ったってそれが答えなんですよ、じゃあなんでそういったことが起こるのかっていうことをあの今回、真剣に考えてるんですよで、こういった話っていうのを一、えー、人でも多くの方に、えー、知っていただきたいとあの思ってるんですよね、最近はねそういったまあ,あの芸能人が、まあ、亡くなる、まあ口封じで消される、マ丸とかがまあ、少なくなってきてるとは思うんですが、昔からあのありますから、これ形を変えてね。うん これっていうのは大きなな問題なわけですよでこの、まあ、小崎豊、まあ、岡田幸子、え秀のこのうちのです、ね、1人にちょっと注目して岡田幸子についてちょっと今回あの考えていこうと思うんですが。<coughs> 岡田ゆき子が、えー、亡くなったあとにです、ねえー、後井地丸が増えて、これ、問題になったんですよ、でもこれ、僕は何を言おうとしてるのかというのは、今回、非常に大切なところなんですが、マッチポンプって言って、入り口、出口を自分たちが自作自演してるんですよ、これがポイントですから、今回の、あ入り口、出口っていうのは、入り口っていうのは、そっちの方向に、ま、マスメディアが誘導してるんですよ、外国勢力が誘導してるんですよ、岡田ゆき子さんという方を消して。 そして岡田育子さんのファンの方が生きる絶望を失って、えー、ゆっこシンドロームとかって言葉になりましたけど若者も後追いじまるするとそういった構造を裏で絵描いて若者が後追いしたらあそんなのいけないんだって言うんですが入り口の、ね、そういった方向に向かわせたのもマスコミですからね後ろの外国勢力それがウェルテル効果ですそれを考えて、えー、進んでいきます人気のね、えー、岡田 えー、ゆきこさんアイドルが亡くなりましたね、これっていうのは諸説い,いろいろありますが、さっき言いましたけど、えー、今回僕がねコンテンツ中にお話している芸能人の方は、僕は、えー、全員、えー、たまるだと思ってます、消されてると思ってます、例えば岡田ゆ子さんに関しては、なかなか情報がなくて、あった情報も全て消されてる可能性があるんで、本当のことが分かりませんが、事務所の7階からダイブしたと言われますが、そもそもその時点でおかしいわけですよ、なんで亡くなる方が、えー、直前にダイブするんだって、訳わけかんないじゃないかって。うん でもそういったことには目を向けさせないようにしてるんですね。いかに僕たち日本人がこのことに疑問を持たないかっていうそういう趣旨なんですよ。いちいちこういったことを検証されたくない。しかし、おかしいと思うんでいちいち検証します。岡田幸子さんっていうのは、 ビルの屋上から飛び降りたとか、7階から落ちたとか、6階から落ちたとかって言ってますが、そもそもおかしいのはビルの屋上には登れません、えー、フェンスがあって女性が登れません、7階から落ちたって言ってますが、もしも7階、6階から落ちたら、えー、皆さんが見たことがあると思いますが、あの下を向いているあの悲惨な写真のようにはなりません、おそらく人間の体が、えー、もっとひ,ひどい形になっていると思います。しかしか あの下を向いている写真ですね、あの写真を見せることによって、悲惨な写真なんだということで、えー、恐怖感を煽る、シーマレーの狙いはです、ね、人々の恐怖感を煽るということもあるんで、恐怖感を煽る。 そして岡田由紀子さんは、えー、事務所のビルから飛び降りたんだと、えー、そういうふうに言って、えー、真相部分を隠す、うん、僕は、えー、これはもう一つ思っていることがあります、おそらくですが、皆さんもどう思っているかわからないですが、この一連の有名人の、えー、自丸と見せかけたたまるっていうのは、えー、その時々にやってる犯行グループというのは、まあ、裏組織なんですが、ほぼ1人ではやってないと僕は思うんですよね、2人から3人の、えー、グループ犯行だと思います、まあ、理由っていうのはもちろん分かりません。 別に知り合いでもなければ関係者でもないんで、全くわからない、ね一般人の憶測です。なんで一人でやらないのかって、もし一人で逃げる可能性があるわけですよ。そのやられそうになった方がね。で二人もちょっとどうかなと思って、おそらく三人じゃないかなって、二人かもしれないね。でも一人ではやってないと思う。で岡田幸子さんは、えー、これはどういう形でやられたのかっていうことを思うんですが、 ビルの6階や7階からは落とされていません、おそらくもっと下の低層階です、2階とかからえ複数人で、えー、あの投げられた、下に投げられた、うん、可能性だと思います、まあ下を、えー、向いている写真しかないんでね、わ、えー、からないですが。これあのー 裁判というか調べた人いまして遺体の、えー、ビルからの飛距離がおかしいということを調べたんですよ、これだからおかしいことだらけなんですよ、しかし、この岡田由子さんの事件、警察は追及できません、なぜかというと、先ほど言いましたね、日本のピラミッド構造で日本人が一番下におり上の外国勢力です、c ーとか丸日外国人のグループが関与している、これらの事件に日本の警察、えー、一切捜査ができません。 日本がアメリカシーマレーの支配を受けているからです、まあ、言葉がきついですが、植民地支配を受けている、戦後ずっとね、今現在もですよ、そういった状況下にある、こういう日本とアメリカの国家間構造があるんですよ、そういったことから日本の警察はこれらの事件を追及できない、マスコミもえー後ろにいるのはシーマレーと外国人です。えー 消されたものをジマルと、えー、偽り、フェイクニュースですよ、フェイクニュースを、えー、マスコミテレビを通じ、えー、報道し、そして、この岡田ゆき子さんが、えー、亡くなった後にですね岡田ゆき子さんを、えー、後追いジマルするっていう若者が増えて、これ、社会現象の問題になったんですよ、ゆっ子シンドロームって言って、でも、この、えー、ことを最初からマスコミが狙ってやってたんですね、これが、えー、ウエルテル効果です。 まさにここでやられてます。日本人が日本人の若者がどん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 こういうまあ、あの謀略にはまって亡くなっていくわけですよ。 でこれっていうのが問題なわけですよ、誰もこれをほとんど追及しません、えー、リスナー様がおっしゃってましたけど、まあ、あのウエルテル効果っていうのがね、えー、分からないんだっていうことなんですが、おそらく僕が話したようなことだと思います、僕も別にその、ねえー、プロでもないんで分からないですが、これいうのをずっと調べてるわけですよ、何かおかしいなと思いながら、えー、でどこかに何か情報はないのかなと思いながら。 でえー、皆さんが教えていただけることを手がかりに何か分かることはないのかなってずっと考えているわけですよで、証拠がないじゃないか、証拠なんてあるわけないんですよ、完全犯罪なんですから、かなうわけがないんですよ、国家間をまたんでね、国家間,国家間をまた,またいでね、うん、支配国と非支配国、僕たち日本というのが非支配国にあ,あってるわけで、支配されている国です。 その支配されている国の人間たちが、ねえー、こういった暴力にはまって、ね、どん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 ん人が減っていくわけですよ、でそれをあの少し気づいたらそのままじゃやっぱりおかしいんじゃないかっていうそういうことをあの考えているんですよ、だからあのこれっていうのは非常にあの奥が深い話なんですよねで、ただ話を聞いていただければこういう構造なんじゃないかって憶測が立つんで、えー、騙されません、僕らは少なくとも騙されないようなその道にえ行けるんじゃないかと思って。これを あの真剣に、えー、お伝えしてるんですよで岡田由紀子さんの話ですが、えー、マスコミをです、ね、裏側で操作した外国勢力の,、えーまあ、その <laughs> 心理学を使った AMK ウルトラの可能性がありますねで、このウエルテル効果っていうのを、えー、狙ってるわけですよ、だから最初から岡田由紀子さんを消して。 えー、その後に若者が後追いじまるするっていうその構造を作っていざ若者が後追いじまるしたって言ったら後追いじまるはいけないという自作自演です、こういったことを、えー、完全に謀略されていますが、ほとんど気づかない、で僕の言ってる話が、えー、間違ってるんじゃないかって言うかもしれないんですが、た、まあ、多分間違ってないと思います。 これをまあお伝えするのに結構な時間ね、ね、えー、期間を、あのー、かけて考えていたんですよ、で僕らにはいつもお伝えしているに不利なんでね情報なんていうのは僕らは、えー、ないわけですよ、だからさっきの岡田由紀子さんの話であれば、うん、ビルのね、えー、事務所の屋上から落ちたということになるけど、いろいろ写真を見たりするとあ、よく見るとおかしいなって、これ、フェンスをどうやって登るんだろうか、ね、フェンスから落ちたってことになってるけど、もしかしてそのまま下に落ちたら、えー、あのような形にならん ないんじゃないかって7階から落ちたにしてもおかしいなってまあ何人かがやったんだろうかなってそういうことを憶測するしか僕らには手がないんですよただあの本当のことを言いますがね、えー マスコミ、メディアの嘘に騙されてあ、自ら命を絶ったんだそしてそれを後いじまりする若者もいるんだそれをあ,の、まあ、ある程度気づいていて、ねうん、それを別に知らないんだってう、えー、勇気もないですから僕たちが住んでいる日本国において、えー、日本人が大変なことになっているわけですよあのもうおそらくどうだろう,もう数十年前からじゃないかなって思うんですよ。で えー、こういったことが、えー、行われていることに僕らが全く気づかない、まあ、僕らっていうか、まあ、僕は、ね、お伝えして、まあ、皆さんが気づいていただければ、えー、何よりだと思います。そ,そういう、まあ、気づきの一つになっていただければと思うんですが、そういったことに例えばあの気づけないと、で例えばそういうこういう話を真面目にすると、えーね、そんなことはないんじゃないかって笑う、何もおかしいことないですから、ね、真面目な話ですよ。日本人の命がかかっているあの情報操作ですよ。マスメディアの情報操作に操られて、日本人が多く踊ってるんですよ。踊らされてるっていう 表現が正しいのかわからないんでそういった問題っていうのは良くないよねっていうことをあの定義してるんですよ今回の話ででまあ今回ねこの,この話を真面目にしてるまたもう一つの理由っていうのがあるんですが、えー、この、えー、ウェルテル効果っていうものとか日本人のこのまあ、えー、まあこの2020年のね、えー、亡くなった方 がこれにどのような形で関与しているのかっていうのはわかりません。志村けん、岡井久美子、木村花、三浦春馬さん、芦名星さん、滝川雄子さん、藤木隆さん、坪井さん、ここら辺の方は多分全員丸されてると、全員消されてると思いますが、えー、まあそういったものが僕たちの僕たち日本人のですね意識がに何かですり込まれた可能性っていうのはあるんですよ。で何を言ってるのかっていうとここから考えていきます。 2020年、2021年にもですね、この黒すぎる心理学は僕たち日本人の中に動いて悪い形でもしかしたら動いてるんじゃないかと、そういう真面目な話です。物事が 一見すると関係のない2つあるいは3つの事柄になっているように見えるんですが実はですねそれがつながっていくというそういう話なんですよ。皆さんも僕もね思っていると思,思いますが2020年から世界が大変なことになっています、世界の経済状態が悪くなったり病気があってね人々が不安を抱えるそういった世の中になっています、そしてそれを日本のマスコミメディアが煽るんですよ、僕たちに対していろんなことを。そそこでその煽りから例えば 変な変な悪い想像がい、えー、くわけですよ。ただでさえね、その、うん、あのあ2021年は女性の方、 非正規の、えー、お仕事をしている女性の方がですね生活苦になって、えー、生きる希望をな、えー、くして自我しているということが問題になっていました、こういったことを例えば取り上げない、もしかしてこういったことを取り上げるのかもしれないですが、これを意図的にメディアを使って情報戦争をしている可能性、情報操作している可能性っていうのがあります、あと、ですね、えーまあ、皆さんも聞いたことあると思いますが、子供が亡くなっています、なんで子供が自ら命を絶つんだよという話なんですよ。 小学生とかね、中学生とか、そういった人たちが、なんでそ,そういう,ようなことになるんだよってで、メディアはそういうことを一切取り上げませんから、いつらは狙いが違うところにあるんでね、うん、で様々、えー、ま,ま僕らの不安を煽,煽り、それは確かに病気とか経済混乱があるんで、僕たちは不安の中にいます。しかし、その不安だけじゃないんですよ、他のものもサブリミナルって言ってね、サブリミナルは禁止になってるんですが、サブリミナル効果とかね。 あの人間の無意識化にそういったものをすり込むというのは禁止なんですが、おそらく使われていますね。これが黒すぎる心理学というのです。メディアから出てくるこの黒すぎる心理学に日本人が大きく踊らされて騙されているとその可能性です。そして、えー、そういったものの、まあ、動線というか、一つになっているのがこの2020年の、えー、有名芸能人の、えー、自丸、自丸というのもの消された、消されて、まあ、2020年の、えー、有名芸能人の偽装自丸と言いましょう。それで、えー、日本人 多くのに日本国民が、えー、生きる肝に絶望して、えーね、あもうだめなのかもしれないって女性とか子供とかが思ってる、そういう問題の、えー、原点になってる可能性があるんですよ、こういった問題がね、だから今回、このことを真剣に取り上げてるんですが、でじゃあ、例えばなんでこんなことをするっていう話なんですよ、まあ、する理由っていうのはいくつかあると考えられますが、えー、一つは、ですね、えーまあ、皆さんも聞いたことがあると思うんですが、 日本を、えー、支配している、えー、アメリカシーマレーという、えー、アメリカ裏,裏組織、えー、がですも、ねえーまあ、目論んでいるというのはその上にいる、ね、世界の支配層というのがおりますが、えー、この者たちが、えー、考えていることがあります、別に僕はね回、まあ、そは言わないし、まあ、皆さんも嫌いだと思うしもう僕も嫌いですけどもう訳がわからないから、ね、僕たちは考えているもう次元がまるっきり違うんで、えー、でもやつらは何を考えているのかってこういうことを考えているんですよ。 デタラメにねこんなことをしているわけじゃないんですよ、やつらはそういう考えがあって、えー、こういうことをし,してる、こういうことをしようとしている、そして僕らがその犠牲になっている、僕たち日本人がですよ日本国によってこうやって犠牲になっているんで、えー、それが良くないだろうっていうことで,で、まあねえーだ、誰もそういうのを多分止められないんで、まあ、誰かが本当止めないとあの止まらずに終わるんじゃないかって、そういった恐怖を感じるんで、僕はあのお伝えしてるんですが。 今の世界の人口っていうのは約80億人近くいるっていうことなんですよね、それが分かっているんですよ、で世界っていうかまあ地球ですね、地球の80億人の食料と水が不足しているっていう、その問題があるんですよ、地球の問題です、でその世界の裏側にいる支配層って何をたくらんでいる、目論んでいるのかっていうと、世界の人口が増えてしまって、食料、水が供給できなくなったと、なんとか人口を調整できないかっていうことを考えているんですよ。 人口,人口削減とかっていうもですけど人口調整ねそれを水面下で、えー、やってるんですよで当たり前ですが突然ね、えー、いきなりあからさまに分かるように、えーまあ、やったりはしないんですね分からないように分からないように、えー、やるわけですよ人口調整をたく、えー、んでアメリカ神話映画マスコミを使って、えーまあ、洗脳していくそして、えー、徐々に まあいろんなことに困ってる日本人をじん丸するような方向に誘導してるんじゃないかっていうそういうことを僕は思ってるんですよ、あのーまあね、このいろんなことがあるんで例えば病気のことがあり困ってることもあるし仕事をしようと思っても仕事がなくなってるっていうこともあるし、ねえー、その非正規の女性の方が仕事をしようと思って仕事がなくて、えー、経済に 困って自ら命を絶ってるっていう。そういうあの今日本っていうのはあのものすごく問題を抱えているんですよ。あとですね。子供ですね。小学生とか中学生の子供の自慢が、えー、ね。過去にありえないぐらい増えてるって。なんでそんなことになってるんだっていうことがまあ。それっていうのは色々理由があるんですけれども。 その一つに例えば、この有名芸能人が亡くなったことをマスメディアで,ィアで煽ることによってこのウェルテル効果、黒い心理学が働いて僕たち、日本人を絶望の淵に追い込んでるっていう絶望の谷に突き落としてるんじゃないかと思うんですよ。 で、えー、ね、本当はですよ、まあ、こんな言い方がいいかわかんないですけど。こんなことを、されんなよって、日本の政治家何やってんだっていう話ですが。皆さんも思ってると思いますが、今の日本の政治家っていうのは売国奴。えー、アメリカの顔色を伺ったり、えー、中国の顔色を伺ったり。僕たち日本国民に対して、全く有益なことをしていると思いません。別に僕が話している話がいいのかどうかっていうのはわかりません。しかし、僕たちが生きている日本国において。えー、日本人がですね、僕たち日本国民が生きるのがき。 厳しい状態になっているわけでですよでみんな日本国内で苦戦しているわけですよ。にもかかわらずその日本人が自、えー、丸の方向に、えーまあ、追い詰められているっていう、うん、日本っていうのは、まあ、皆さんこれ聞いたことあるある話かと思うんですが日本人というのはあの優秀な遺伝子を持ってるんですよ。あのー 日本人というのは勤勉だしね、うん、あのま能力も高いし優秀な遺伝子を、えー、持っているんですが、えー、まその世界支配の、えー、ま人口削減のためなのかまそれもあるでしょうしいろんなことが、えー、ある他にも理由はあると思うんですがその日本人の、えー、ま遺伝子を、えー、潰そうとしているつまり日本人を、えー、自我に追い込んで、えー、徐々に、えー、人間が減っていく。日本っていうのは今 あの問題になってるんですね出生数子どもの出生数がどん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 ん連続で減っていってで、えーまあね、寿命で亡くなったりとか、まあ、こういう後追いとかまるとそういうので亡くなったりとかそういうことになってどんどん日本国から日本人が減っているんですよ。 で、えー、そういったものを助長する、えー、そういったものを煽る、えー、マスコミメディアの嘘です、だからこれに踊らされて、まず例えば、もう有名芸能人が自丸したんだ、嘘ですからね、うんうんま、証拠とか真相っていうのがないだけで嘘なんですよ、うん、僕はそう思ってるんでで。 過去にいくつもの動画でこれはこうなんじゃないかというようなことを検証しているんですよ。だから僕たち今、日本人がどういった状況に置かれているのかという本当の話なんですが、えー、こういうね、えー、三浦春馬さんの。まあえー 偽装じまるっていうフェイクニュースでたらめを流すマスコミの嘘に騙されてはいけないんで、えー、まあ他の方も他の芸能人の方もそうなんですがそういうことで騙されることなくじゃ僕たちがね日本人が本気で、えー、まあいろんなことを考えれば何、えー、とかなると思います、そんなねお金持ちでとかっていうのは難しいかもしれないけど、まあ、普通に生きていける国のはずなんですよ、日本っていうのは。 社会不安があるにしても,でも、まあ、皆さんも思っているでしょうけど、まあ、これからの日本が、ねえー、よくなるためには僕たち日本人が頑張るしかもう道が、えー、ないんですよ。 あの尊い日本人の遺伝子をですね、えー、こんなところで終わらせてはいけないんじゃないかと思います、別に僕はあのだからね政治がどうこう、そんなことは、えー、言わないです、別にそういう話をあのしようと思っているわけじゃないから、ただ、あのこういう外国勢力のデマ、でたらめ、嘘に騙されて、えー、どっちなのかな、これもしかしたらこうなんだな、そういうのがまた狙いなんですよ、混乱を煽りたいんですよ。だからあの、ね、このの三浦春馬さんの、えー コンテンツに関してはお伝えしたことがあるので、えーまあ、皆さんがいろんなことを思ってらっしゃると思いますし、僕もいろんなことを思いますが、例えば、僕はもう考えが決まっているんですが、えー、消されたという感じなんですが、消されたと解釈していますが、えー、自丸であるというマスコミの,そのフェイクニュース、ね、嘘に騙されたりとか、あと、生存説とか、そういった、まあ、そういう混乱をあおる、えー、3つの項目を並べて、どれかなといって,言ってこうあの混乱をあおる、えー、そしてです、ね、その先ほどお伝えしましたが、 自丸の件ですとあ,ああいう方が、えー、自ら命を絶ったということはもうなんだろう生きていくのが苦しいんだてそういうことを狙っているんですよあらゆるところに罠をかけてあらゆるところに暴力があるんでそういったことに、えー、騙されないためあとですね昔から日本というのは、えー、何十年前からこういうことをやられているということですで、まあ、僕の話がねこいつ何言ってるのかと思われるかもしれないんですが僕はこれをずっと調べていたしあの正直に言いますが 証拠がないいけど多分正しいですただ僕が話してるっていうのは、ね、あの普通の一般人が話してる話なんで説得力がないのかもしれないで、またこれも良くない話なんですがマスメディア。 マスコミっていう、マスていう大衆に向かってそういったものっていうのは、いろんなものがねいろんな力を使って、お金を使って誘導してるんですよ。別に僕は何も誘導してないんで、こう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 いうことがあって、こう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 思いますって、これを知っていただきたいとそう思うし、皆さんがねいろんなことをおっしゃっていただくんで、その期待に何か一つでも応えられないかということを思っての精杯っていということなんで、今回のこの、 あのまあ、三浦春馬さんの話もそうですしこの、まあ、マスコミのでたらめデマフェイクニュースが出る、えー、この理由ですよね。これあの あのウルルテル効果が関与していると思いますで今回、この話をした一つまた別の理由がありましてちょっといろんな、えーまあ、思いというかいろんなことがあるんですけどで今、三浦春馬さんの、えーまあ、デモに参加しているリ,リスナー様がお,おりますので、えーまあ、そのデモの際に、まあ、いろんなことを、えーまあ、言われているとマル、まあまあ、ではないということなんですけどで、まあ、それも言われないのかもしれない偽装けど偽装あのね。 自慢したと見せかけて、実は消されてる、消されてるんだけど、自慢したように見せかけてる、そういったものの背景で、まさかねデモに参加されて、デモの場でこんな話をされることはないと思うんで、行かれる前にでも、あと皆さんがそういったことにどう思われるかっていうご意見を言われることがありますので、今の僕に分かる精一杯ということで、のまあこんな話してる人がいないでしょうけど、多分結構いいところ行ってるんじゃないかと思うんですよ。 証拠があるかないかって証拠がないだけですもしも証拠なんていうのもあったらそれもそれで大変なことになってしまうんで、えー、そういうことなんで、えー、まあ何かの参考にしていただければと思います、まあ、あのこの三浦春馬さんの件に関してね、まあ、リスナー様からいくつもご意見をいただくんで僕もあのいろんなことを調べるんですが分、まあ、かる限りのまあ精いっぱということです今回あの最後にお伝えしますが出てきた芸能人の方名前が挙がった方っていうのはほとんど僕はもう消されてると思ってますそしてて消されて しかし、報道では自丸、フェイクニュース、デマ、デタラメからのウェルテル効果につながってるって、こういったものが日本国内で行われてる可能性があると、そういった疑問に対して、ちょっと思うところを一石投じてみました、まあ。リスナー様の何かの参考になっていただければと思いますので、今回はここで終わりとさせていただきます。最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございました。気になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。